い、うつみさき、こんにちは、みさきです。今回は私がよく作っているスムージーバッグの作り方をご紹介します。スムージーって朝から健康的でいいなと思うんですけど、材料を全部準備してブレンダーにかけてって結構時間がかかるじゃないですか。なので忙しい朝にもスムージーを作れるように、私は冷凍バッグに材料を全部入れて、で冷凍してます。なので今回はその作り方をご紹介します。じゃあまずここからは材料をご紹介します。まずは half a lemon、 one banana、 60 grams of frozen mixed berries and 60 grams of spinach、 also 60 grams of kale and one date、 one tablespoon of whole flaxseed、 two tablespoons of cacao powder、1 teaspoon of matcha powder、 quarter teaspoon of turmeric and a little bit of black pepper。 じゃあまずは、レモンは酸っぱいんですけど、それがスムージーの甘さを出してくれるので入れてます。バナナはスムージーの基本になりますし、甘さもありますし、とても消化のいい炭水化物なので入れてます。 I use frozen berries rather than the regular berries becauseSometimes people say that the frozen berries are more nutritious. 冷凍されているものって体に悪いんじゃないかなって思うことがあると思うんですけど、冷凍されている加工食品ではなくて、冷凍されている果物だったりすると、冷凍されているものの方が栄養価が高いって言われていることがあります。なぜかというと、普通にスーパーとかで売っている果物って早くフルーツを木とかから取って、でまだ熟成されていないうちに運んでいて、運んでいる間に熟成されていくっていう形になっているようなんですけど、フローズンの場合は、冷凍されている場合はベリーとかの果物が完全に熟成されてからカットしてすぐにフローズンするので、木とかにね、まだつながってる間に栄養がもらえているので、こっちの方が栄養が高いっていうふうに言われてます。なので加工食品とかでなければ、冷凍されている果物とかお野菜って実はそっちの方が安かったりしますし、特にアメリカではおすすめです。で次、ケールやほうれん草なんですが、これは英語ではダークリーフィーグリーンズというふうに言われていて、緑の野菜の中でも緑色の色が濃い方が栄養価が高いというふうに言われていて、私が大尊敬しているお医者様のドクターマイクル・グレゴリー、He recommends to take 60 grams of greens a day. So if you take this smoothie in the morning, you don't have to worry about any more greens for the day. ケールとほうれん草は緑の野菜の中でも王様っていう風に言われているので、いつも私はケールとほうれん草を両方入れてます。I only put one date in it because it's pretty high in calorie.But still, it's not refined sugar, so I add it for the sweetener. And then flaxseed, I put flaxseed for omega 3, of course. 日本語ではオメガ脂肪酸、酸ですね。私はフラクシードホールのものを入れてます。フラクシードってグラインドしないと、こう潰して種の中を開けないと体がオメガ脂肪酸を吸収できないんですけれども、私はバイタミックスを使っているので、かなり力の強いブレンダーなので、ホールで入れてもスムージーが出来上がる頃にはグラインドされているので、 I use whole flaxseed instead of ground flaxseed. But if you don't have a high power blender, then I would recommend to ground it first.そして私はカカオパウダー入れます。カカオパウダー、これは私はチョコレートが大好きなので、色がねちょっと茶色くなってしまうんですけど、チョコレートが大好きなのでそれ入れてます。鉄分もたくさん取れますし、栄養価も高いのでスーパーフードですし、入れて損はないかなと思います。はい、そして最後は抹茶パウダーです。抹茶パウダーもこれもスーパーフードと言われていて、抗酸化物質があったりしますねお肌にもいいそうなのでよく入れてます。そしてターメリックですね、これはウコンです。でたくさん入れると味が変わっちゃうので、本当に少しだけクォーターティースプーンだけ入れてます。ウコンの作用はいろんなところで研究が出ていますが、抗がん作用があったり抗酸化作用があったり、
抗炎症作用があったりしますので、あの特に私は朝にジムに行ってもう疲れて帰ってくるので、あの筋肉が疲れている時とかにあのトゥーメックの入ったスムージーを飲むと体の回復が早くなります。疲れもすぐに取れます。そしてその後に入れているのがブラックペッパーです。これは、ブラックペッパーとウコンっていうのはセットで使う方が良くて、というのもあの研究で発表されているのが、ウコンを使う時にブラックペッパーを少しだけ入れると、ウコンの中に、クッミンっていう物質が入ってるんですけど、それが体にいいんですね。そのクッミンを体に取り入れるパーセンテージが、ブラックペッパーを入れると 1000% から 2000% まで上がるっていう風に言われています。これすごい数字なので、私が適当に言ってるんじゃないかって思うかもしれないんですけど、あの研究もちゃんと出ているのでよかったら調べてみてください。なのでウコンとブラックペッパーは必ず一緒に使うといいです。そして私はだいたい12袋くらいをいっぺんに作って、で冷凍庫に入れています。これで毎朝取って、作ってます。で好きな時にこう入れて、さっき言った材料の順番に入れると、大きいものが下に風に来るんですね。大きいものレモンとかバナナとかブルーベリーとか、で上の方になるとパウダーになってます。なのでこれを逆さにして入れると、このパウダーとか細かい方が下に降りて重いものが上に来るので、その方がバイタミックスとか、まあ、何でもブレンダーはあの軽いものからが下にある方がうまく回りやすいので、そのまま逆さにして入れれば OK です。で私は、ソイミルク、豆乳をよく使ってます。1カップから 1.5 カップくらいを使っていますが、私はあんまりあのキンキンに冷えてるのこうスムージーが苦手なので、あのミルクを温めてから入れてます。そうするとね、あの冷凍しているフルーツとあったかいミルクで、まあ、少し冷たいぐらいのスムージーになって飲みやすいです。冬とかはおすすめです。あとはね、アメリカでよくハマっているスムージーボールっていうのがあるんですけど、あなんかアサイーボールみたいな感覚で、そのスムージーをちょっとデンスに作って、その上にグラノーラを置いたり、ココナッツフレークを置いたり、アーモンドを入れたり、あともっとブルーベリーとかバナナとかを上にのけたりするんですけど、写真をこちらにお見せします。はい、その風にしたいときはあのミルクの量を少し少なくするとスムージーボールに簡単になりますので、そちらもおすすめです。で今回はカカオパウダー入り、抹茶入りのブルーベリーの、グリーンスムージーを作ったんですけど、チョコレート抹茶ブルーベリーグリーンスムージーっていう感じなんですけど、まあ抹茶とかカカオパウダーはカフェインが結構入ってるので、お昼より後に飲むときはそれを入れてないパックを使ったりとか、あとはフレーバーを変えてるときはブルーベリーじゃなくて、あのマンゴーとかパイナップルとかストロベリーだけとか、あとは何でも好きなフルーツを入れてみていいかなと思います。ということで今回は私がよく作っているスムージーバッグの作り置きの仕方をご紹介しました。忙しい朝にも健康な食事をとりたい方にはおすすめです。ぜひ真似してみてください。 Thank you very much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye!